細江純子、愛知県出身、23歳、戦績は412戦9勝。二十歳でプロの世界に飛び込んだ細江は、96年3月デビュー後、半年でフリーになっています。右も左もわからない競馬界に身を置いて、自分自身をどう処していいのかわからず、人知れず悩んだ細江の自分なりの決断だったのです。しかし、徐々にこの世界に慣れてきた今は、本来の明るさを取り戻しています。だいたい調教をつけるときは、書くとテーマを持って乗ってらっしゃるんですか？だいたい馬の様子を見ながら、はい、乗ってますね。その日によって気象なんかは違ったりするんですか？そうですね、すごく落ち着いてたり、やっぱりちょっとイライラしてるなっていう日もありますね。天気は関係ありますか？天気はやっぱり馬によってだと思うんですけど、朝の早いこう風が閉まってる時とかは、馬も気持ちよさそうな時が多いですね。ご自分のフォームに関してはどうですか？やっぱりフリーになって、3年間の、その3年目なんですけど、ここ1年間で自分自身もすごく変わったなと思います。やっぱりそれは技術に関して？そうですね、やっぱりフリーになってどういうふうにして馬に乗ろうかとか、乗っていかなくちゃいけないかっていうのをやっぱり考えて先輩に教えていただいて。細江の初勝利は京都競馬場でのレゾンデートルでした。彼女はフリーになってさらに馬の気持ち変化が分かるようになったといいます。ようやく勝ちました。関西の競馬の世界にまた新しい1ページが刻まれました。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ。すいません、失礼します。愛知県蒲郡市に生まれた細江は、小さい頃から日本舞踊やエレクトーンを習い、吹奏楽では全国大会出場という経歴を持っています。そんな一般的な家庭に育った細江が目指したのは、競馬中継を見て決めたというジョッキーだったのです。仲が良くなるっていうよりは、やっぱりいい意味でのライバル意識とか、3人でも私は関西だったんで、1人だったんで、多分真希ちゃん、ゆきちゃんと比べたらそういう点はあんまりなかったんじゃないかなと思う。サファイア理念で初騎乗されて、はい、この時はどうだったんでしょう？そうですね、すごく素直な馬だったんで、本当に乗りやすくて、レース自体は、まずゲートに入った時の気持ちって？ゲートに入った時、いやもう本当に出て1コーナー膨れないように回ろうっていう考えでしたかね。細江に初勝利をもたらし、2勝目もプレゼントしてくれたレゾンデートルは、いろいろな意味で忘れられない馬になっています。本当に先生に、あとスタッフの皆さんに、やっぱり本当感謝の一言でしたね。はい、そうですね、やっぱり本当にレゾンいなかったら私の1年目、もなかったと思うし、今の私もやっぱりなかったと思うんで、本当にレゾンデートルに感謝してますね。そして細江が思い出に残るレースとして挙げたのが、マーブルリバーでのレースです。4着だったんですけども、今までの中では本当にいいレースだったなって思って
で、あのこことここをもっと際どくすれば勝ち負けできたのに、やっぱり自分の技術のなさで負けたなっていう。でその時にやっぱり武豊さんに相談したんですけど、豊さんがそれをパッと言ってくれたんで、その時にやっぱり自分の思ってることも正しかったっていう思いがあるんで、そのレースは本当に勉強した結果が出て、また勉強しなくちゃいけないところも学んだっていうレースでしたね。はい。フリーとなった細江はいろいろなことを学んだといいます。馬との対話、多くの人たちとの出会い、一戦一戦真剣に大事に乗るということ、一頭でも多くの馬に乗ること、お金を稼ぐのがプロだということ、そのためには厩舎回りという営業が欠かせないこと、そして4年目からなくなる減量についても危機感はあるが決して諦めないということ、あくまでも自分を厳しく律して一日一日を大事に生きるようになった細江には、今不安と逃避の日々を送ったデビュー当時の苦い経験を乗り越えた精神的なたくましさがうかがえます。普段休みの日っていうと月曜日、はい、そうですね。何をされてますか？大体買い物に行ったり、あとは映画を見たり、あとは結構ドライブが好きなんで、ドライブがてら温泉に行ったりしてますね。本が好きなんで、本は読みますね。どういう本？もう普通の小説。競馬関係の本とか。もう競馬関係は読まない。なんて言っちゃうか。いや、あんまり、競馬関係はあんまり読まないんですけど、小説読みます。普段こう嫌なことがあったり、やっぱりレースでちょっとあーって思うようなことがあったりした時の心の支えとか、そういうのって何なんでしょう？そうなんですよね。いや、やっぱり今までいろんなことがあって、すごくそういうことで自分に支えがないんじゃないかとか思った時期もあったんですけど、けどやっぱり馬がいるし、みんなが、周りのみんなが支えてくれるし、それにやっぱり自分が今までやってきたことが今の自分っていうことだと思うんで、それがやっぱり一番の支えだと思いますね。そうすると当面の目標っていうと、やっぱり大きいところっていうか、やっぱり自分の中でちょっといい思い入れてる馬もいるんで、その馬でまた、はい、いいレースして上へ行けたらいいなと思ってます。大人の女性を感じさせる優しい笑顔、その中に潜む細江の気丈なひたむきさが、これからどんなレースを見せてくれるか楽しみです。ファンレターやパドックでの声援、ありがとうございます。まだまだ良い結果が出てませんが、一レース一レース真剣に乗り、良い結果が出るよう頑張っていきます。これからもよろしくお願いします。